はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。本日はですね、超簡単な資格ということで、資格の取り方というウェブメディアに掲載されていた記事をご紹介したいと思います。偏差値ごとに、載っていまして、今回取り上げるのは偏差値35の資格ですね。その資格が40個以上実は掲載されているんですが、その中の一部をですねご紹介いたします。持っている方はですね、本当に気を悪くしないでいただきたいんですが、悪くしないでいただきたいです。はい、ということで、順番にご紹介していきます。自動車運転免許ということで、この資格ですね、私思うんですけど、別に超簡単だとは思わないんですよ。私も持ってるんですけれども、自動車の教習所にですね1ヶ月弱ぐらい通う必要もあると思いますし、かなり時間とですね労力を使ってますから、超簡単っていうふうには言えないと思うんですよね。私も免許一発で合格してますけれども、やっぱり合格するために何かしらのテキストとか読んだ記憶ありますから、超簡単とは言えないなと思います。超簡単っていうのはですね、なんていうんですかね、勉強しなくても試験受けてみてなんとなくの勘で受かるような試験が超簡単って言えるんじゃないかなと私は思ってるんですけれども、その他にご紹介しますと、給食サービス管理士というのが、これが合格率は 90% あるということなんですね。なんか給食のなんかやるんですかね。ただ管理士って書いてあるから、なんとなく良さそうな雰囲気はするのかなと思います。はい、で日本語検定7級ということで、細かいなと思うんですが、7級もあるんだと思いましたね。これは 86%、 それから着物コンサルタントが、という資格があるんですが、これが90から 95% の合格率なんですね。ただしですね、着物コンサルタントに関しては、この主催団体がそもそも存在しているのか、今あるのかどうか、その実態が確認できていないという情報が他の、インターネット上で囁かれてますので、これ現在取得できるのかは不明です。他にはインターネット旅行情報士ということで、これはインターネットで旅行に関するですね情報の検索能力があるか、問われる資格ですね。情報誌 JTB が主催されていて、2級がですね 40% 程度の合格率ということなので、 40% の合格率ってなると超簡単と言えるのかどうか、疑問ではあるんですが、なかなか面白い資格ですね。趣味の資格なのかなというふうなところですね。そして、コンピューター会計能力検定1級ということで、これはですね、コンピューター会計能力検定1級っていうふうに履歴書書くと、かなりですねおっと思うような、気がするので、ある意味コスパはいいのかもしれませんね。その見た目、印象ですね、取っかかりが結構いいかもしれないです。ただしですね、これ1級の合格率は 52% って書いてあったので、多分このサイトがですね初級の間違いなんじゃないかなと思ってます。初級は 92% の合格率ありますので、これなんとなく第一印象をつかむにはいい資格なのかなとちょっと思いました。そして最後、ダイエット検定1級ということで、こちらも多分2級の間違いで、2級で合格率 80% ということになっております。結構ですね、趣味の資格が多いというふうにも言えるんですけれども、パッとですね見た限り、履歴書なんかに書くのにね、割と使えるんじゃないかと思わせられるような資格もやっぱりありましたので、ここら辺はそういう使い方をするのかっていうのはまた別としても、何か一つ資格を取ってみたいという方に向けて、趣味の中でね、自分と合う趣味なんかがあればぜひ取ってもらいたいなと思います。資格っていうのはですね、これ一生消えないので、資格を取ってみてその喜びみたいなのをね、私はなんかこう知ってもらえたら嬉しいなと思ってます。どんな簡単な資格でも、簿記3級とかもそうだし、日本語検定7級とかもそうですよね。これ資格を取ることによる、喜びっていうのをね知るという意味も込めて、何か好きなことや趣味のことがあれば、ぜひ取ってほしいなというふうに思った次第です。偏差値別に載ってるので、サイトは概要欄貼っておきますので、気になるものがあればですね、皆さんもぜひ見ていただければというふうに思います。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。